アレクサンドラ・アレクサンドロブナは、ロシア皇帝アレクサンドル2世とその妻マリア、アレクサンドロブナ皇后の間の第一子、長女。ロシア大皇女の称号を有した。クエンにより6歳で溶接した。1842年8月30日に誕生。アレクサンドラが生まれた時、父はまだ祖父ニコライ1世のセサレービチであった。 1849年7月10日にアレクサンドラは急死した。第一死にして、長女の死にその時の両親の嘆きは深いものだった。1853年に、次女、マリア・アレクサンドロブナが生まれた時、両親は再び幼い娘を失うことを非常に恐れたという。1860年代、アレクサンドラ・ヨシフォブナ大公妃が主催した、恒例会で、 アレクサンドラの幽霊が祖父ニコライ一世の幽霊と一緒に現れたとされる。皇帝と宮帝はこの時期心霊主義に熱中していた。ある高齢会ではテーブルが数センチ浮かび、くるくる回りながら神よツアーリを守りたまえを歌い始めた。皇帝アレクサンドル二世と他の出席者たちは皇帝がアレクサンドラ大皇女の幽霊の指に触ったと主張していた。 ロマノフ家では19世紀後半、アレクサンドラと名付けた女の子は、子供時代か10代のうちに死ぬと考えられるようになったと言われる。アレクサンドラという先例名の皇后や大皇妃の産んだ娘はいたが、彼女たちはなぜか母親にちなむアレクサンドラの名前を与えられなかった。これは、アレクサンドラという名前の母親から生まれていても、その名前を 娘が受け継ぐのは不吉だという考えが、ロシア皇族たちにあったためと思われる。アレクサンドラ・パブロブナ、アレクサンドラ・ニコライブナ、アレクサンドラ・ゲオルギエブナといった皇族女性たちも、いずれも20歳になるかならないかで、非常に若くして亡くなっている。ありがとうございます。